なんで今まで黙ってたんだ。取れる人が限られてるんです。俺の目も釣られそうだし。ん？どういう意味だ先輩。あ、さっきはそのすみません、後でしばく。おい、入っちゃってるよヒューガ。第4クォーター始めます。高尾がいる限り透明少年はもはや切り札じゃねえ。だがお前の体力は残りわずかだ。もう俺のシュートは止められない。鏡君、あと何回飛べる？飛ぶ？加えて鏡君はまだ体ができていない。2回？2回でどうやって緑魔を止めれば。入れ。ハッタリだからね。少なくともシュートに行く回数くらい減らせると思うが。ずいぶん期待されてるみてえじゃん。けどなんかしようってもさせねえけどな。資格がない以上高尾にミスディレクションは通じないぞ。高尾のホークアイはコート全体が見えるほど視野が広い。つまり自分へ引きつけるようにしたんだ。近い。狭まった視野なら今度は反らせられる。飛べるのはあと2回よ。うち1回は勝負どころに取っておくこと。やりやがった。あ、じゃなくてガスケツ寸前で大丈夫なんすか。あいつは派手好きなんすよ。つうかお前もな。悔しいけど監督の言う通りだわ。だからあんまり言いたかねえけど、あとは頼む。ダリ動きたくねえ。またケビオで試合休んだの？どうせ勝つよ。めんどくせえ。なんたって私が惚れた男だしね。どうかな、試合終わってみねえとマジわかんねえよ。緑間くんは昔ダンクを2点しか取れないシュートと言っていました。最後のタイムアウトか。流れは今セーリンだな。全て緑まで行く。でも鏡がまだ飛べますよ。ツリーでねじ伏せろ。行け。奇跡の世代を獲得するとはそういうことだ。緑魔！やばい、緑魔が！俺たち上級生にもプライドはある。なんか不気味っすね。もっと激しくなるかと思ったんすけど。よっしゃ。お前のことは認めている。だからこそ全力で止める。去年トリプルスコアで負けて現実を思い知らされて。スクリーンだが、かかりは甘い。追いつける。まだ勝ってねえよ。場合によっては苦し紛れのシュートだ。それが起きる場合もある。まずい。黒子くんもみんなも不意をつかれた。前の試合もこの試合も最後に足手まといでいいわけねえだろ。どんな心臓してやがる。残り数秒のこの場面でフェイク。僕は信じてました。鏡くんなら飛べると。
82対81整理ありがとうございました。何なのだ、いい加減に。おい、冷てえな。はい、何言ってんだよ、キモいって。元気出してね。うるせえ。マジ待って、2試合やってんだぞ、しかも王者。無茶したし、動くどころか立てねっす。でもいつまでもここにいるわけにもいかないし、とりあえずどっか一番近い店に入ろうか。鏡くんは誰かおんぶしてって。じゃあじゃんけん。じゃんけん。あれ、お客さん多いね。黒子てめえ、覚えとけよこら。おっちゃん、二人あいつ、しんちゃんが泣き崩れてる間に先輩たちとはぐれちゃって。おい、全国でも高ポイントガードとして有名人じゃないっすか。ちょ、うわっ、あの席バネー。とりあえず何か頼みませんか。お腹減りました。頼みすぎなのだよ。それ大丈夫です。昨日の敵はなんとやらっす。任されたのはついさっきなのだよ。当然リベンジするっすよ、インターハイの舞台でね。望むとこだよ。まあ、クロコッチたちとやってから戻っただけだ。三連覇する少し前にな。あの頃はまだみんなそうだったじゃないですか。なんだと。何も知らんくせに知ったようなことを言わないで。悪い悪い、ごめんごめんごめん。鏡、一つ忠告してやるのだよ。ん？そして奴はお前と同種のプレイヤーだ。強いです。ただあの人のバスケは好きじゃないです。当たり前だ、次は勝つ。その代わりお前のそのラッキーアイテム。ああ、よし、次は決勝リーグだ。ああ、つかひろ、ちょっと近所迷惑です。ひでえな、押すんだそれ。なんか誰かに似てない。よーし、お前の名前は鉄矢二号だ。名付けんな、戻しづらくなるじゃねえか。何してんの鏡くん。いや、その足が治るまでは我慢して。え、ナイスパス、いける口だな。おい、あれ、え、そんなこと言わずに。同じ目でみんな。まずはスクワット。ねんな、つか浮くな。鉄くんの彼女です。決勝リーグまで待てなくて来ちゃいました。抵抗の久しぶり、会いたかった。ちょ、いやいや、なんで黒子、冴えねえし薄いしパッとしねえし。あとアイスくれたんです。はあ、僕もういらないんでこれあげます。え、桃井さん、プール内は響くんで大声は控えてください。待って、鉄くん、鉄くんってば。知ってますよ、青林バスケ部キャプテンでクラッチシューターヒューガさん、圧倒的なジャンプ力を持つパワーフォワード鏡くん。なんなのよこいつ。桃井さん、鉄くんと一緒の学校に行きたかったのは本当だよ。この子は鉄くんにそっくりだね。なんか可愛すぎ。痛みだってもうほとんど。よう、鏡大河だろ。名乗りもしねえで相手しろとか気に入らねえな。青峰大輝だ。青峰だから聞いてねえんだよ。グダグダ言ってねえでやれ。俺の退屈をお前がどれだけ楽しませられるかってだけの話だ。ぶっ倒してやるよ。決勝リーグ進出おめでとう。そうだっけ。
彼、昔のあいつにそっくりだね。はい。てか黒子っち、こっちにも回してほしいっす。キャプテンに言ってください。黒子は影なのだよ。え？影は光が強いほど濃くなる。あら？青峰は？勝手にどっか行きました。は？自分クラス一緒だから止めたんですけど、ダメです。そのあと桃井もいないっすけど。ああ、それもええね。バスケを一人でするようになって、一人になっても誰も止められないのよ。青峰くんを止めたら。え、でも約束します。青峰くんに勝つと。お前本当に緑間に勝ったのか？てめえ、あいつは影だ。影は光が強いほど濃くなる。お前の光は淡すぎる。いただきます。お、うまそうじゃん。あ、青峰、すいません、どうぞ。やってんじゃねえよ桜井。俺来た舞ちゃんの写真集置きっぱにしとくと没収だってからよ。いい加減にしろよお前、練習出ろっつってんだろ。俺より結果出してから言えよ。お前は間違うてへんけど、青峰には何も言わんとけ。シャキル・オニールっすか？そうや、パワーが桁外れすぎてファール覚悟で止めるラフプレーが激増した。反則的に強い、そんな化け物が。この4校で代表を争うことになるわ。今年はもしかしていけちゃうんでない？いや、こいつ言いやがった。あの二人が言ったのは東欧学園よ。特に今年のメンツは修徳と比べても何ら遜色ないわ。このバカガミだ！すまっ、ダッシュ！うわ、無理だから逆立ちで行け！マジで？鏡くん、黒子、何かあったんですか？初戦は東欧学園。お前ら中学の時何があったんだよ。なあ、キセもよくやるな、エースの青峰相手に。小さい頃からのただのバスケバカで。奇跡の世代も初めから並外れていたわけじゃありません。すっげえ青峰、一人だけぶっちぎってる。あんなの誰も止めらんねえよ。青峰くん、最近練習休むことが増えましたね。むしろ逆な気がするのだよ。あ、何ですか？ライバルどころか周りと差が開きすぎてしまったのだよ。試合も適当に流して。それはダメです。うわっ、アイス。絶対にしてほしくないです。そうだな、そうです。よし。なんだよそれ。ダメだわ。え？どいつもこいつもヘボばっかだ。その年の大会は青峰くんの力で圧勝しました。まあ一言言わせてもらえば、調子乗んなボケ手ぐれえだわ。サクッと勝って目覚ましてやら。え、今日からでしょ、応援行くわね。あ、それ俺の卵。ああ、もういない。その前に格好あんだろ。今日の相手すごい強いのよ。やりすぎってこと。おいリコ、パンツ忘れとるぞ。なあ、はよ出てけこのエロ親父。絶対勝つ。さすがに決勝リーグともなると人の数が違いますな。木村、パイナップルあるぜ。青々したやつ。青峰くんがまだ来てない？何度かけても出えへんのや。はい。ち
と何やってんの？今どこ？あんな雑魚倒すのに20分でも多すぎだって。全員準備はいいわね。え？何？ちょっ！セイドハガン！セリーファイ！ああ！すまんの、あいつおらんとうちも困るんやけど。モチベーション下がったとかないだろうな。まさか挽回できないまで突き放して世界一間抜けな主役にしてやろう。目の前の相手が全てです。よし、ちゃんと分かってんな。早い。こうならしゃあないな。すいません。立ち悪いぜマジ。前座なんてよ。はあ、嘘はついてへんよ。ダブルクラッチ。君らよりは強いで。多分すげえ、全部100点ゲーム。そう、つまり西方とは真逆のチーム。こいつら、ある程度予想してたけど、やっぱりそういうスタイルっすか。せや、ここ数年いろいろ試したんやけどな。試合にまで負ける気はねえぞ。何言うたか聞こえんかったけど、なんか伝わったわ。てれーで。あれ、いいわけじゃねえ。でも低い。何死んだお前これ。もしかしてお前のいた中学とオーバーラップしてんじゃねえだろうな。クソが、やってくれんじゃねえか。また遅刻っすわ。しかもまた負けてるし。なぜ気づいたのだよ。アホっすか、サングラスって。恥ずかしいから速攻外してほしいっす。見たくないとか周りには言ったけど結局来ちゃったみたいな。適当なことを言うな。まあ今あの二人が決めたじゃないっすか。これからっすよ。つまり逆に敵になるとこの上なく厄介だ。むしろ本気なんて出せねえんじゃん。そうだったのか。てつくん一緒に帰ろう。黒子が試合で手を抜かれることを望むはずがないのだよ。試合でわざと負けるようなそんな球ではないだろう。おい、なんかうぜんだけどその言い方。まあそうですね。監督、一度タイムアウト取りますか。うん、いい。おー、スティール。ダメよ。スリー。いや、単純なんだから。ほんと男の子って研究されてるわね。おそらくあの子に。あ、認め先輩、行け。フックシュートだろ。知ってるっつんだ。クワグ、必要ないわ。このまま行くわよ。ヒューガ純平さん、決してスピードは速くない選手。よし、かかった。ヒューガはピュアシューターだ。相手の頭にはシュートしかない。抜ける。知ってますよ。初めて見せるパターンだぞ。そんなデータはないはずなのに。その人の身長、体重、長所、短所、性格、癖。伊月俊さん、攻めきれない。でも見えすぎるからこそ時に消極的になる。甘いぞ小娘。いつの間に。しゃあ、ナイスキャロミ。さすがいい仕事するぜ黒子。こうなるとも思ってましたから。けどだから鉄くんって好き。まあこんなもんやろ。つーか、モーモイのデータだけで十分勝てんぜ。あれなら、それに第2クォーターからはあの2人中心に来るでしょうから。
その点、二人はまだ情報が圧倒的に少ないし、黒子くんは予測困難、鏡くんは発展途上。暴れろ、ルーキー。てめえ、いつまでそこに。いけるぞ。緊急事態だわ。小金井君、至急アップよろしく。お、これからって時に。いいから戻れってば。監督気づいてるぞ。鏡、まさか。くそ、これからって時に。リバウンド、リバウンドが取れない。点差が開き始めた。まずいっすよ。まずよ、東は全員一丸で倒す。サンキューです。すまないわね。全員一丸のバスケって言ったけど、そもそもそれはある人が教えてくれたスタイルなの。ああ、なんすかそれ。キャラ違うっすよ。監督なんだからドーンと構えてくんねえと。試合中ぐらいは生意気言ってくれるわね、バカ神が。てめえ、青峰。あ、しかも第2クォーターあと1分しかねえし、じゃあやろうか。天才5人の1人、奇跡の世代のエース。よう鉄、久しぶりだな。どんな顔するかと思えば。はい、できるもんならな。やけに人数寄ってない？いや、違うよ。ありゃ寄せてんだよ。使う時の理由はいくつかあるが、この場合は見たままなのだよ。じゃねえか、おい。青峰っち、まったく気に食わんやつなのだよ。本気とかないわ、だるいし。てめえ。なお、第3クォーターはインターバル10分後の開始です。つか、補給するほど出てねえだろ、こら。てか全部食うな。大丈夫ですよ、私も作ってきましたから。桜井、もうないんか？すいません、もう。エネルギー補給よ。ミトベ、ある。クロコ、いんねえのか？すみません、僕はいいです。ほらほら、ナゴムドはまだ早いですよ。後半は俺が全部決める。で、いいじゃん。てめえ、こら！青峰くん、別にええんちゃう、こいても。はけど、よく言えば勝ち続けてきたゆえの圧倒的自信や。それが一番勝率が高いからな。信頼とは無縁で、根っこはバラバラだ。相手は鉄くんのいるチームよ。後半からはちゃんと。せーな、待ってるよ。もっと早く来てもよかったわ。イーグルアイで見てたけど、もう随分効果が落ちてる。一度下がるべきだ。どうしても青峰くんに勝ちたいんです。前半も黒子くんを外すゆとりはなかった。青峰くんが入れば当然さらにきつくなる。黒子、いいから食って引っ込めよバカ。後半黒子くんは一度下げるわ。第4クォーターに勝負よ。向こうはインサイドが特に強いわ。第3クォーターは土田くん入って、鏡くん任せたわよ。うっす、ちょっとは頭冷えたかよ。はい、それより
しかも木瀬くんや緑間くん同様進化しているはずです。望むところだよ。体きっちり温まってる。完全にマジモード。だから最後まで抗えよ。できればな。黒子ベンチスが、とてもしのげるとは思えないのだよ。そうっすね。何か起きそうな気がするんす。あいつなら奇跡の世代エースにしてスーパースコアラ。気合いい感じじゃねえの。なんつう気合だ。ヘルプ早い。フェードウェイ。あのスピードから急停止して後ろに飛ぶか。くそ、ダメか。さっきより一段と速い。あかん。そこ。何やすやすと速攻取った気でいいんだよ。あ、くそ、惜しいけどよ、思ったより全然やれてるぜ。やっぱ性に合わねえわ、生真面目なバスケは。次は止める。ストリートのバスケだ。ゴールの裏止めた。こいつのバスケはセオリーが全く通じない。つくづく奇跡の世代ってな、ふざけたやつばっかりだ。そこにオフェンスディフェンスの駆け引きが生まれる。大人に混じりストリートでずっとプレイしてきた。それが奇跡の世代のエース、青峰大輝。なんだこいつ、隙だらけじゃ。今までより一段と高い。だったら取られる以上に点取ってやる。こいつは止められない。俺に勝てるのは俺だけだ。てめえだけじゃ抗えねえよ。20点差。覚悟を決めるしかないわね。見せてみろよ、新しい光と影の底力をよ。黒子、すみません、意味がわからないんですけど。あ、そんなに簡単に勝てたら苦労はないです。行くぞ。ああ、来いよ黒子っち。お願い。すげえ、なんだあのパス。俺が撃つときは称える準備だけしとけよ。今撃った瞬間入るのが分かった。相変わらずだな、鉄。ほんと、全然。まだそれで勝つつもりかよ、俺に。そのつもりです。あ、高尾くんでも取れなかった。切り札が。
最後の前中からお前は何も変わってない。お前のバスケじゃ勝てねえよ。足？なんで？ほとんど感知してる上にテーピングもきっちりやった。セリン、メンバーチェンジです。それにまだ試合、こんなところで。いいから戻りなさい。どうします？いえ、もう必要ないと思います。どっちにしろ意気消沈って感じだったんだけど、あんなやつ初めて見たわ。見てらんねえわ。もうどうあがいても無理だ。思ったより早かったな。もう決まりだろ。バスケに一発逆転はねえよ。可能性がゼロになるとすれば、それは諦めた時です。だから諦めるのは絶対嫌だ。中の選手が諦めてねえんだぞ。黙っててどうする。一つだけ認めてやるわ。誰一人諦めず、全員が最後まで戦った。負けた。じゃあな、キセ。あ、いや、セリンがこれならうちはもっとボロ負けするんじゃないですか。なんでだ。はい、とてつもないな。奇跡の世代のエースは。しかもセリンはまだ若いチームだ。この修正を一晩でするのは容易ではないのだよ。いや、習得倒したからどんなもんかと思えば。試合も出てねえのにピーピーうるせえよ。青峰くん、落ち込んでる暇なんてないわよ。これが限界なのかもな。けどこのざまだ。力を合わせるだけじゃ勝てねえんじゃねえのか。俺に勝てるのは俺だけだ。今まで何度もチームを救ったパスは見る影もなかった。結果はどうだったんだよ。無性にバスケがしたくなったっす。聞いてねえよ。な、てめえ。私たちは負けた。だが、全てが終わったわけではない。終わるということは、同時に始まりを意味する。つまり、ところが、それを受け止めるだけの体がまだできてない。どうすれば、どうすればもっと強くなれる。もう一つか、二つかな。ああ、やべえよ、ほんと死んじゃうって。え、死？しゃあ、練習！で、黒子はサボりか？サボってません。おお、クロコ君も大丈夫そう。あれだけ頑張って、それでもインターハイには行けなかった。集合！
次はもう負けられないわよ。分かってる？冬は寒いわよ。通称ウィンターカップ、全てをぶつけるのはそこよ。全裸やるぞマジで、あの女は。もうすぐ帰ってくるわ、鉄平が。え、マジ？ああ、そうか、1年はまだ会ってないか。安静らしいけど、見学には来いって言ってあんだけどな。クロコ、クラス一緒だろ、なんかしんね。いえ、喋っていないので。お疲れ様です。ぶち当たってるんじゃないかな、壁みたいなものに。お前のバスケじゃ勝てねえよ。勝てねえ。なんかこいつ君と似てない？聞いていた通り、間違っちゃいねえ。ただまだ未熟。アメちゃんいる？結構です。清志鉄平、青林高校バスケ部を作った男だよ。清志さんですか？の木に大吉の吉で清志だ。あの、何かご用ですか？君は面白い。乱暴な言い方をすれば、パスを出せるスコアラーが5人いれば OK が、君ほど極端なスペシャリストは見たことがない。はい。お、鏡、足は大丈夫か？来週から出るんで。じゃあ。あ、おい、また来週会おうぜ、クロコ君。あの、うん？チョス。お、やっと来たか。だから謝るくらいならちゃんと来いって。なんでユニフォームなんだよお前。久しぶりの練習でテンション上がっちまってよ。てっぺい、もう大丈夫なのね？ああ、もう完璧治ったよ。相部屋のじいちゃんに習ったんだ。だから面白いぜ。目標はもちろん、どこだ？それは今年どこ？東京です。毎年ね。ま、とにかく山登るなら目指すのは当然てっぺんだが。入部したてん時に戻ったみたいだ。まるで周りに頼ろうとしない。なあ、鏡くん、勝負してくんね。ワンオンワン、スタメンかけて。いつもなんか企んでる。部室に DVD 戻しに行ったら、去年の月バスに青林の記事見つけて。以前あそこは4番のヒューガとそいつの外中2枚看板のチームだった。去年ってクロコと鏡いなくてできたばっかの時じゃねえの？知っているのだよ。え？中学時代一度対戦しただけだが覚えている。ちょっと待てよ、それおかしくねえか？ん？家が近かっただけなのだよ。遠いだろ、てか逆だろ、知ってんだぞ。高い。ブランクあんのに鏡相手にここまで。けど押してるのはやっぱり鏡だ。想像以上にしんどいな。まだだ。あそこで裏からダンク、鏡の勝ちだ。約束通りスタメンは君だ。うっす。何考えてんだよ清。いや、強いなあいつ。実力だじゃねえよ、ボケすぎだ。足元見ろ。まさかわざと負けたんじゃねえだろうな。いっけない。退院祝い。サンキュー。クロコはいいけど鏡だな。プレーがまるで奇跡の世代っつうか。あいつらの悩みっつうか、なんかわかるんだよ。俺もぶち当たった壁だからさ。やっぱ返せそれ。え、退院祝いじゃ。なんかイラッときた。え、返す、返すよ。なあ、振り方、俺たち1年だってそりゃ試合に出たいさ。ボロカスに任して追い返すぞ。清志、なんだよ一体。そして夏休みは楽しくみっちり猛練習ってわけよ。俺にはわかる、清志の考えが。クロコ、もう俺にパスはしなくてい
すげえな、子が。いや、だってさ、むしろ何かに気づいてほしいとしたら彼の方だよ。たけえ、こんなやつ止められっこねえよ。黒子くんの動きも悪くないけど、思ったよりスコアが伸びてない。いや、これはそれだけじゃ。どういうつもりよ。ん？急に鏡君とワンオンワンしたり。ワンオンワンの方はお互いの実力を知りたかっただけだよ、マジで。うっしゃ。あの、うわあ！それよりその後なんつった？僕はこの先セイリンの足を引っ張るだけです。他の4人次第で強くも弱くもなるけど、悪く言えば人任せとも言える。捨てる？そして作る新しい彼のバスケ。珍しく話しかけてきたかと思えば。調子こくな、ダホ。でも、ダメったらダメだ。身長が一番でかかったっていうのもあるが、うちではあいつしかできなかったけど、ある日。じゃあ両方やれば。センターは最前線のゴール下でパワー勝負、ポイントガードは逆にゴールから一番遠い司令塔だ。そりゃそうだ、どっちかに決める必要はねえよな。両方やろう。まあ、無理やりやらせるもんでもねえし、これ以上は言わねえ。今まで黒子には助けられっぱなしだったんで、しばらく距離取りたいんです。つうか、どんだけ不器用なんだあいつは。ここですぐにヘルプが来る。ゴール下にはフリハタが見えてた。ここで普通にパス出してるようじゃ、あいつら奇跡の世代には勝てない。それができて初めて。鏡君。なんだよ話って。すみません。やってるよ軽く。お前弱すぎ。君という光の影として僕も君を日本一にする。なんで俺を選んだんだ。すみません、僕は中学時代シックスマンとしてユニフォームをもらってました。いえ、もっと正確に言えば信頼されなくなっていったんです。その頃はまだ信頼されていたと思います。仮に残り数秒で1点差のような大事な場面ではパスは来ません。たく、何を言い出すかと思えばそんなこったろうと思ったよ。バスケやる理由なんて人それぞれだろ。俺は別に。いいえ、だから訂正させてください。僕は聖林に入ってよかった。僕は抵抗中シックスマン黒子哲也じゃない。鏡くんとみんなと一緒に日本一になりたい。つうか、俺は最初からそのつもりだっての。なりたいじゃねえよ、なるぞ。はい。おい、でも必ず見つけます、ウィンターカップまでに。新生黒子のバスケよ。それとも山かな。ああ、山もいいな。地獄の行き先、カップルみてえに切れんな。今年は夏休みの始めと終わり、海と山で合宿2回よ。気合入れていくぞ。以上、解散。疲れた。すみません。こら、ひっつくな。鏡くん、ひどいです。離れろ。全員もっかい集合。よって食事は自炊だが、問題はここからだ。え、ダメなんですか。当たり前だ。それ食いもんじゃねえってこと。じゃあ自分らが作ればいいんじゃ。死ぬかもしんない。食会ですか。まずいから練習しろなんて言えねえだろ。はい、できたわよ、カレー。いや、ただのカレーだし。じゃあいただきます。サラダのようにシャキシャキと火の通ってない野菜たちっていうか生肉。うまかったけどちょっと辛かったから飲み物を買ってくるわ。
もう一回作ってみないか。うん。ヒューガー！だったらミト。いや、ミト。うっす。ミトだ。ちょっとうまいな。いい、いいよ、うまそう。嘘、なんで。俺らにもわからん。鏡、一緒に作ったんじゃないの。そうっすよ、味見もしたし。クロコン、もういい、無茶するな。いえ、本当に。リコ、もう一度よそってくれないか。え、いいけど、プロテインとかビタミン C の粉末とか。そう、それだ。おお。ガキども。監督の親父さん、相変わらず怖え。まさかここで。さあバスケするの。え、聖林というチーム一丸で勝つために。シュート、パス、ドリブル。これ普通の倍疲れるぞ。さあ始めるわよ、地獄の合宿。全然思うように動けねえ。なまった体叩き直すにはこんぐらいでちょうどいい。楽、足っこバタつかないっていうか。飛びすぎをためらった。いいってね、強えよバカ。おい、あ、すみません、まだ手がかり一つつかめてません。この合宿どう思う？どうって問題があるとしたら俺ら選手の方だろうな。仮に何か新技を身につけようとしても、それは自分のことを知ってからだ。何でも知ってる風がムカつく。とにかく今のままじゃダメってことね。なんかきっかけでもあるとな。おっ、毎度わざとかてめえ。なんか出そうな感じ。うるさいのだよ高尾。そらこっちのセリフだよ。もうみんな食堂で待ってるんですけど。走って500メートル先のコンビニまでゴー。なんで。僕自身がもっと強くなりたいんです。笑わせるな。それでももっと頑張ればなんとかなると思ったか。鏡は外に走りに出ているようです。何か隠しているんでしょうか。違うな、それに気づいての仕込みだろう。日吉鉄平、恐ろしい奴が戻ってきたな。つーか、いつまで膨れてんだよ。さすがにそろそろうぜえから。見えないドリブルとか無敵じゃね。それは無理なのだよ。試合中、最も目を離してはならないものはボールだ。もし持てば、ミスディレクションが発動できず、たちまちボールを奪われてしまう。それはいいけど、さっきから喋ってる相手、それライオン。今買い終わったんだよ。デッサ、疲れた。ヘロヘロ。で、82-91、習得。合宿中3試合やって3勝か。負けた予選の時より勝った今回の方が手強かった。何ですかこれ。リコ流アイシング術よ。筋肉痛や疲労に効くの。俺らまさか下手になってる。そんなことねえさ。決まらねえ、この人はいつも決まらねえ。絵面だせえ。ずいぶん熱心ね。あ、いや、結局この合宿俺だけずっと砂浜走ってたんですけど。じゃあ教えてあげるわ。ちょっと飛んでみて。何してんだ。つーか、
じゃあ今度は逆で飛んでみて。逆？だがここ一番で高く飛んだ時は右足で踏み切っている。え？今はとにかく体作り、そこからどうするかは自分で考えてね。空中戦、奇跡の世代と渡り合えるのはそこしかねえ。じゃあうちもそろそろ。あ、頭下げろ。なんだよ。用などない、飲み物を買いに出ただけなのだよ。そういうこっちゃねえ。次は勝つ。いつまでもあの時と同じじゃねえよ。飛ぶことしか頭にないのかバカの。ああ。その安直な結論を正してやる。あの半端ねえジャンプ力にはまだ先があんのかよ。止められるもんなら止めてみやがれ。安心しろ、俺の負けはない。どうしたん伊月、急に走るとか。それだけじゃダメだと思った。とにかくバスケを知らなすぎる。抵抗にしてもさ、奇跡の世代は天才以上にみんな自分のバスケがある。緑間がディフェンスもすげえのは知ってるけど、ここまで抑えるかよ。さあもう一本だ。やめだ。必ずダンクが来ると分かっているのだから。行くぞ高尾。あり、バレてた。はい。なんでいきなり並走してんだよ。ちょっと鏡くんを励まそうかと。鏡を抑えられた理由？バカム、俺の方が強いだけなのだよ。理屈はそうだけど、あいつだってダブルクラッチぐらい。けど実は左手だと叩きつけるぐらいしかできねえっつか。そこから対空中の選択肢で戦ってこそ真骨頂なのだよ。俺は空中戦で自在に動けるようになる。けどやっぱどいつもこいつも強えな、奇跡の世代。一人で戦わない男が一人で強くなろうなどできるものか。プロで言ってたみたいに、もし黒子まで成長したら。いやいや、鏡君がダメなら今の聖林で相手をできる人はいません。パス以外に僕だけのドライブを習得して、僕が奇跡の世代を抜きます。死ぬかと思ったよ。枕に埋もれて真っ暗。伊月黙れ。何のためにここで合宿したと思ってんの。今年はここで開催でしょうが。会場対等。このまま見に行くわよ、インターハイ。出発する直前、緑間くんに伝言をもらいました。はバカすぎて懲らしめただけなのだよ。ほう、あの野郎。負けるかよバカ、つっとけ。これが痛い。キセリョータ対青峰大輝。奇跡の世代のスタメン同士が戦うのは初めてです。ただ、キセ君が勝ったことは一度もありません。なんて。だが頑張りますよ。いいよ。それより笠松、西側3列目一番端。あれ、毎日何か入ってた。食ってできればしねえ。もうすぐ入場だぞ。5分前になったら呼べ。はい。まあそれだけじゃないがな、あいつは。にしてもほんま青峰のルーズさには参るわ。どうせ今日も遅刻っすよ。さすがに今日ばかりはいないと困りますね。なんか言ったかよ。アップは済んでるみたいですね。俺が本気で潰せる数少ない相手だからな。インターハイに来てからよくそうしてるっすね。うん、1点差の土壇場でパスミスして逆転を許した。だからお前がやる。そん時に俺は決めた。俺は青峰っちに初勝利が目標ってぐらいっす。あっそ。今まで一度でも俺に勝ったことがあったかよ。今日勝つっす。海城高校対
東桜学園高校の試合を始めます。204、205、こんなのちょっと見りゃすぐできんじゃん。スタイルオッケー、運動オッケー、勉強もまあオッケー。なんてなんて悪い悪いんだよ。サンキュー。やっべ、いたよ、すごいやつ。あ、この人とバスケがしてみたい。試合開始だ。それでもうちのエースはキセだ。8番。流れは一気に打ちや。同点。立て直してきっちり攻めてもいい場面ですかさず返して流れをぶった切った。すまんねえ。笠松君ですか。大したキャプテンシーだ。なるほど、頼りになる先輩だな。そんなこと一言も言ってないっすよ。まあ確かに黒こっちの考え方も認めるようになったっす。俺はあんたを倒したいんだよ。身体能力だけで言えばキセは青峰に負けてねえ。フォームレシュート、完璧にあの青峰を止めた。うわ、すげえ、青峰を止めた。さすがにたまげたで。あんたのことは俺が一番よく知ってる。なるほど。苦しくて楽しい。なんだろうこの感じ。桃井さん、桃井さん。え、あ、すみません。じゃあディフェンスも一筋縄ではいかなそうですね。いえ、大丈夫です。青峰は止めたが、東欧の強さはもう一つ。森山、かからんで。ターンアラウンド。うっせえ。キセ君がそれを上回ってるとしか。強くなったな、キセ。やべえわ。このままいけたら苦労はないっす。一ついいか、お前らどうやって会場に勝ったの。そしてあげるとしたらそろそろだと思います。いや、受け伝いかえ、しゃー。つーか、さっきからうるせえよ、あいつ。ぼちぼち行こうか。来た。こいつ、あと一つ忠告しとくわ。ここまでビシビシ伝わる。すげえ集中力だ。企みなんてもんはワイらみたいな小物がやることや。例えば印象性、アジリティ。逆は考えなかったのか。マジかよ。読み合いではキセが勝ってたはずが。すまん。また彼だけの武器がない。おっと、いきなり厳しいやんけ。
分かってねえのはあんたの方だよ。残念だったな。海城高校タイムアウトです。勝敗を分けるとしたらエースの差か。思った通り、やっぱ青ミニッチはすげえ。向こうのペースに合わせるな。あとはインサイド。監督、いや、それよりすげえ度胸だ。さすがキャプテン、ナイスガッツ。うるせえ。止まらねえな、青峰全開。この人に憧れて俺はバスケを始めたんだけど、分かってたんだ、本当はなぜできないか。確かに現時点では規制は青峰に劣っているかもしれん。憧れるのはもうやめる。そもそも規制君のコピーというのはできることをやっているだけで、 NBA 選手のコピーとか自分の能力以上の動きは再現できない。ああ、しゃあない。第2クォーター終了です。これより10分のインターバルに入ります。俺が最後言わんとってや。下手したら第4クォーターまでかかるかもしんないっす。いや、絶対やる。だから頼むぜ、キセ。万一できたとしてもおそらくもうしばらくかかります。そんな、わざわざ戦力ダウンしてやってどうすんだ。このまま行くに決まってんだろう。どうも。クロコッチ、昨日まで近くで合宿だったので、みんなでインターハイを見に行こうということになったんです。青峰っちと俺、勝つとしたらどっちだと思うんすか？どっちが勝ってもおかしくないと思います。勝てるかどうかわからない今の方が、気持ちいいんす。おお、いきなり速攻！ファウル！ホールディング！キャプテン！若松、青峰が入ってきた日のこと覚えとるか？あは、まだイメージ忘れてる。もっともっと早く。っていうか完璧青峰みてえじゃん。いえ、多分まだ不完全よ。ナイス！本当決めた！追い上げてきた！会場も粘るぞ！てめえの準備が整うまでおとなしく待ってやるほど俺の気は長くねえぞ。そこがデッドラインだ。はい、わからへん。リバウンド。よっしゃー、決められたら15点差。先輩、いいからお前は自分の仕事に集中しろよ。クロコッチの言ってたこと最近ちょっと分かったような気がするっす。俺に勝てるのは俺だけだ。信じられん、今の動きは文句なし。青峰のストレア。ファウルされながらシュートが入ったときは得点が認められてフリースローが1本与えられるんだ。やられた。布石はもう一つ打たれとったんや。まず攻撃力を大幅ダウンや。ぶち込め！規制！
あれで終わりじゃ拍子抜けもいいとこっす。第4クォーター丸々残して青峰くんのフォーファールは正直厳しい。叩き潰してやる。ちょっとてめえ、引っ込めようが退場しようがおらんくなった時点でゲームオーバーや。負ければ続軍、とどのつまりそんだけの話や。最後まで立っててくれねえと困るぜ。余裕っす。噛むなよ。大体お前はいつもいつもそうやって信じてるさ。第4クォーターを開始します。いきなり一本。奇跡の世代エース青峰大輝。しんどいわね。ほんと疲れた。あんたじゃなくて。緊張の糸はいつ切れてもおかしくない。認めてやる。どころか最後まで気は抜かねえよ。酒井、止めろ。ここは指示だ。残り1分。右だから裏をかいて、そこからもう一つ。早い。これを止められる。止めた。千載一遇のチャンスを逃したな。なんで。ここまでよくやったが、最後の最後にヘマしたな。が俺ならあの場面で目線のフェイクはしねえ。俺のバスケは仲間を頼るようにはできてねえ。この試合はもう切り替えろ。俺の勝ちだ、キス。そうかもしんないっすね。ラインがあるとしたら、さだ、まだ力が足りなかっただけっす。両チーム、整列。立てるか。もう少しだけ頑張れ。お前はよくやったよ。ええんか、何も言わんで。元チームメイトやろ。うん。98対110で東桜学園高校の勝ち。ありがとうございました。胸張って帰るぞ。もう帰ったぞ。早っ。そっか、お前らは知らんかったな。今回はやらんかった半分、できんかった半分ってどこやろ。先行ってるとさ、俺様子見てくるっすよ。な、いいからやめとけ。再確認したぜ。これが奇跡の世代。今よりもっと強くならんといかんな。どこに背中にあんだ。ボンボンか、お前実はちょっとボンボンか。帰って練習あるのみ。おお、2号。やっぱ化け物だな、キセも青峰も。分かりきったことを言うな。もう出してあげても大丈夫じゃない。そうですね。2メートルはあるかっていうか、やだやだバスケとか。よし、全員揃ってるな。相変わらずパス以外はからっきしだな。お前で熱くなるなら俺は沸騰しそうだぜ。僕が知っているのはあくまでも中学時代の彼らでしかありません。紫原くんも明石くんも。
今現在の彼らがどうなっているのか僕にも想像がつきません。